潜水症の外観潜水症潜水省、もしくはダイビングベルは、かつて使われた潜水装置の一種。本体は、金属製で金型の構造物で、船舶などから水中に吊り下ろされる。水上から管を通じて絶え間なく、装儀がなされる。この装儀は二つの役割を果たす。第一に、これによって潜水症内部の気圧が、外部の水圧と等しくなるまで高められる。 そのため潜水症には水は侵入しない。第二には潜水症内部の空気が正常に保たれ、搭乗者が呼吸を続けられる。つまり潜水症を使えば、スクーバー機材等をつけなくとも長時間水中に潜ることができ、なおかつ大気圧潜水とは違って搭乗者が半ば、水中に解放されているという利点がある。ただし潜水症内部は振動に応じて高圧になるので、搭乗者は、 潜水服を使う、潜水の場合と同様、減圧症になる可能性がある。18世紀には原型が完成し、19世紀には盛んに使用されたが、密閉型の潜水球や独立して動ける、バチスカーフにとって変わられたため、現在では使用されていない。なお、飽和潜水に用いられる、PTC もベルと呼ばれる。 ガラス瓶で海に潜るアレキサンダー大王1790年に、オランダから日本に栄機釣り金が輸入され、アグリの裏劇、船所築造に使用。完成5年に、将軍、徳川家成の命により、出島オランダ商館に注文されたが、ナポレオン戦争等の影響により出荷が遅れ、天保5年に、英国製の栄機商がオランダ語のドイケスクロクの名で、長崎に到着し、 長崎造船所の最初の工場である、江戸幕府の長崎製鉄所の建設に際して、修理船設ガ用の岩壁の築造水中工事に使用された。アンソニー・グラフトンチョ、森正彦、足立織、石澤康則、佐々木千下役、第七章を失われた、都市、古物研究家アルル、アルベルティ、アルベルティ、イタリアルネサンスの構築者・白水者、2012年、 ISBN 9長7845億682416我が国における潜水技術の発展山田み海洋研究開発機構2003年潜水ム A 気象産業技術史資料情報センター三菱長崎造船初級機型上を九州観光推進機構韓国旅客船事故の捜索作業特殊機材潜水省撤収へ 2014年5月1日、ありがとうございます。